がバルクであの3人に勝つことはもう全くないので、8月見た限りはまだ隙はあるような気はしたので、まあ、僕は僕なりの戦い方というかできる限りのことは尽くしてやっていきますので、やはり表情がお会いするのゲソンゲソンですよ、もうですねですね、来てますね、はい、だいぶ、はい、今までで一番絞りました。そうですね、もう過去一絞ったと思いますね。ですね、あの結構初めて見るぐらいのなんか顔が、そうですね、めちゃめちゃ顔が、はい、来てますね。そうですね、めちゃめちゃちっちゃなりました。おー、はい、おー、おー、はい、今日お忙しいとこありがとうございます。顔がもうね、切れてるんじゃないかっていうねえ、はい、いやー、はい、びっくりした、いきなり、はい、今日はありがとうございます、直前のお忙しいところ。あ、いえいえ、はい、あのいよいよジャパンプロウィークエンド突入ということで、はい、あのプロの皆様にちょっとインタビューをさせていただきたくてですね、今日は長谷川プロにも、はい、はい、ご連絡させていただきました。どうですか、はい、体調はございます。絶好調ですか。そうですね、今回、まあ、その減量自体もそんなにこう苦がなく、できたので、まあ、それでこう、まあ、体調面も別にそんなに問題はないので、結構ね、ベストな状態で、はい、顔がこう、げっそりきてたんで、結構今、しんどい状態なのかなと思ったら、全然そうではないと、はい、あ。そうですね、全然元気ですね。いやー、さすがでございます。さあ、ちょっと今日ね、長谷川選手にあの伺いたいことがいくつかあって、はい、ちょっと今日インタビューさせていただくんですが、はい、まず、はい、8月にありました東京プロ、はい、長谷川さんもちろんご覧になってますか。はい、あ、見てました、見てました、はい、何を思いましたか、あのラインナップをご覧になって。そうですね、何を思った、そうですね、どう感じたか、もういろんな角度からの、ね、いや、みんなでかいなと思いましたけどねはい、そうですね、はい、もうその一言に尽きる。そうですね、うん、こう、まあでもやっぱみんなコンディション調節が難しそうだなっていう感じはしましたけど、まあね、外す人と決めてきた人と、それでだいぶ差が出たなという感じで、はい、はい、でその日のコンディションが一番良かった湯浅さんが勝利したというイメージですね。そうですね、まさに、はい、まあサイズとかね、その筋肉のクオリティというところ以上に、はい、その日のコンディションっていうのが勝敗を決めたっていうのは、はい、私も、はい、まあ、同じだったのかなっていう、まあ、イメージで、はい、今回やっぱりあの、まあ、メンバー全員はいませんけれども、はい、あのトップ3、ワン、ツー、スリーは、はい、まあ、出場してくるわけで、そこにいよいよ、はい、プロ、はい、デビュー戦というね、長谷川選手が、はい、乗り込んでいくわけですけれども、インスタグラムの、はい、あに乗っけてた村人が、はい、勇者のパーティーに突っ込む戦いを挑むようなもんだと、はい、いうのがちょっと印象的だったんですが、はい、どうですか今の気持ち、はい、そうですね、まあそういう意味ではこう、まあ、僕がバルクであの3人に勝つことはもう全くないので、それこそまあコンディションとバランスと完成度だと僕は思ってるので、うん、8月見た限りはまだ隙はあるような気はしたので、バルク以外はですね、はい、まあ、近年このオリンピア見ても、はい、やっぱりこのメンズフィジークってバランスがかなりの、ね、評価を、はい、評価基準としては高いのかなっていう印象にあるんですけれども、やっぱりここまでのね、はい、本当に、はい、アマチュア時代からの長谷川選手の、ね、フィジークの武器といえば、はい、やっぱりミッドセクションとこのバランスっていうところで、はい、なんかこの東京プロであのバルク連中に勝つためになんか特別にやってきたトレーニングとかってありますか。はい、トレーニング自体はまあ変えたというよりは、そのミッドセクションと背中のなんて言うんでしょう、カットとかが、うん、まあ、みんな割と細かいカットは入ってないなっていう気はしたので、まあ、その辺でまあちょっとこう完成度という意味では僕も追求する形があるので、うんうん、はい、まあ、その辺でちょっとこう差がつけばいいなとは思いました、はい、うん、2月に大阪でプロ取ってから、はい、まあ、オフ期間入ったじゃないですか、はい、そのオフ期間ってなんか、はい、こういつも以上にバルクアップに時間をかけたというか、はい、なんかこうバルクアップしてやろうみたいな、いつも以上にそのバルク的なところを、はい、バルクアップ的な狙い
のオフは過ごしたんですか？いや、バルクアップはいつも通り過ごしてた感じですね。そんなこう特別に何かしたというよりは、いつも通りスイーツが好きなので、毎日カフェ巡りして、スイーツ食べてみたいな感じでは過ごしてたんですけど、まあ、肩と背中のトレーニングの頻度だけ増やしましたね。週2で回すっていうサイクルで、もうそこはクオリティを上げていくという意味で。そうですね。まあ、圧倒的に、まあ、肩のサイズ感が、まあ、足りてないなっていうのもあって、あとも背中の広がりももう少しつけたいなっていうのもありつつ、まあ、それでちょっと、まあ、ルーティンをちょっと変えていったっていう感じですね。もうやはりね、関西といえば今長谷川選手、そして佐藤翔吾選手ですけれども、このオフ期間とか、まあ、オンに入ってから東京プロ、ジャパンプロに向けて、まあ、ジャパンプロに向けてかな、佐藤翔吾選手とはなんかコミュニケーションは取ってたりしてるんですか？あ、そうですね。まあ、佐藤さんは定期的に、全然、連絡取ってますし、もう、大会終わった後、ご飯行く約束も、まあ、してなあるんですけるほど。ど。ちなみにお二人でコンテスト後のご飯ってどういうとこ行かれるんですか？あ、でも、普通にご飯自体は、もう焼き鳥とか焼肉とか、馬肉とかですね。今回は馬肉の焼肉ですね。馬肉の焼肉。長谷川選手ってお酒って飲まれるんですか？あ、僕、お酒飲まないんですよ。飲まないです飲まなね。い代わりに、スイーツ巡りをしてますね、今なるほど、そういうことですね。まあでも本当、ジャパンプロ前のプロに僕はどんなお気楽なインタビューをしてるんだってわけですけれども、今回の、まあ、大会上位3人が来る中で、長谷川選手、まあ、様々なそのクオリティっていうところを変えてきて、もちろん隙をついていくというところでね、やっぱりこの日本中のファンが長谷川選手がどんな戦いを見せてくれるのかってすっごい楽しみにしてると思うんですけど、ご自身では目標、もちろん狙うところは。いや、僕3位ですよ。3位入賞です。3 1位は位。狙ってないですね。まあ、僕は自分を客観視できるので、なかなかその優勝するぞとは、今の段階では言うことはできないんで。で、今、まあ、隙をつくという話をしたんですけど、まあ、隙をついて、入れて3位ぐらいかなっていう自己評価ですね、僕は。もちろんね、前日のオリンピアマチュアジャパンで3人がプロになると思うんですけども、この3人もね、ジャパンプロ出てくると思うんで、そのプロともね、そういう人たちが、まあ、ちょっとね、そういう人たちにむしろもうね、負ける可能性もあるんで。まあ、おそらく今、この SNS とかね、そういったところで、アマチュアオリンピアに出てくる選手で、まあ、この辺りがプロになるだろうっていう面々、結構強いですもんね、強敵ですよね。そうですね。まあ、ファルーク君と、なんか、黒人の方ね、最近スティーこう、ブン選手。とかですよね。あの辺りの選手もね、かなりバルキーなんで、そうですで、ね。結局ね、結構、2年前のジャパンプロ見てても、クオリファイで勝った選手が、プロ戦で結構上位に入るっていうのが、そうやっでぱあするのね。で、まあ、そういう意味では、こう、コンディションバチンバチンに決めてくるのは、クオリファイの人たちの方が、やっぱりこう、強いかなっていう気はしてますね。勢いありますしね、まさにそのおっしゃってたジェ・ウンソク選手、勢いあって、その翌年のジャパンプロを取っちゃいましたもんね。そうですよね。まあ、本当まあ、そういうに。意味ではこう、その方たちとの、争いも全然僕は、あるので、そういう意味ではこう、あれですね。なかなか、苦戦を強いられるような気はしますけど。まあでも非常に楽しみでございます。長谷川選手は大阪から東京に入るのはいつですか？明日、ね、その選手ミーティングがあるっていうので、仕事があったんですけど、まあちょっと調整して、明日行けるようにしたので、明日の夕方、夜ぐらいには入っておきます。わかりました。自分も現地にはいますので、よろしくお願いいたします。ご乗車よろしくお願いします。ジャパンプロウィークエンド、本当に多くのファンが見守る中ね、長谷川選手の今おっしゃってた3位、隙をついて入り込むぞと、3位狙いに行くぞという今のね、公言がありましたけれども、ファンの皆様に向かって長谷川選手、最後メッセージいただいてもよろしいでしょうか？
そうですね。まあ、僕は全然、なんでしょう、自己評価が、まあ、すごい客観的に見える まあ、自分だと思うので、まあ、そんな大きなことは言えないんですけれども、まあ、僕は僕なりの戦い方というか、僕の、考え方の中でできる、フィールドの中で戦っているので、まあ、その中で、できる限りのことは尽くしてやっていきますので、まあ、皆様の、まあ、期待とかにもお応えできるような形で、精進していきたいと思ってますので、応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はね、は本当い。に直前のお忙しいところ、インタビュー、させていただきありがとうございます。はい、おはようございます。はい。では、残り数日しかないですけれども、体調の方には本当に気をつけて、最高の状態でステージの上でお会いできることを望む楽しみにしております。かしこまりました。よろしくお願いありがとうしございまます。す。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。